なんやねんそのまあは入って。はい。ということでね、今日はね、まあこれではレゲエニュースっすよ。これはもうレゲエにとってもとても俺は嬉しいニュースです。これ大ニュース、ビッグニュース。なんか起こりました。ですね。はい。まあファーストテイクっす。おお。はい。はい。あのファーストテイクがまあ更新されてまして。はい。湘南の風、はい、出てきました。おめでとうございます、はい、これは嬉しいね。嬉しい でも俺予想してたからね。あのチェホン来たやん、はい、チェホン来て湘南の風次来るんちゃうかなみたいな言うてて。あ、そうなん。こう動画でも言うてた、はい、でまあまあやっぱり予想通り湘南の風が、来ました、はい、ということでちょっと見てみます。見ましょう。はい、まあもちろんまあ純恋歌か水恋歌で来るかな思ってんけど、はい、まあ純恋歌で来ました、はい、まあ来るでしょこれは、はい、でまあまあ20周年もあの兼ねて多分出たんかなみたいなのは思いますけども、はい、まあまあ見てみましょうよ。見ましょう、はい、行ってみます。湘南の風純恋歌。はい、来ましたね。いや、いや、湘南の風ファーストテイク初参戦ということで、はい、楽しみたいからこそ今日はスペシャルバンドセッション、バンドセッション、イエス、たくさんの仲間とこの音の上で湘南の風思いを込めて。うん、来ましたね。これ後ろホーム G なんかな。え、そうなんですか。ホーム G のような気がしてんけど、これを見てくれた君の爪、はい、歌うよ。歌った Oh yeah。 目を閉じれば億千の星しい。いや本編は見てくださいよ。まあそうですね。いやいやいや、そうですよね。それはもう見てもらった方がいいじゃないですか。見てもらえ、はい、見てください、はい、まあまあやっぱいい感じです。いい感じですね。はい、ちょっとファーストテイクにアレンジしてるので、はい、ぜひ湘南の風、まあ知ってると思うけど、はい、湘南の風好きはね、うん、まあもう間違いなくもう見てると思う。5回ぐらいそうですね、はいはい、見てない人も中にはいるかもしれない。いるかもしれないですから。はい、ぜひ見てほしいです。はい。はい。で、今日はこれだけちゃうねん。まだあるんですか？はい、これね、2週なんこれ。どういう感じで上がってきたかな。これ、上がってきて、はい、すぐまた上がってきねん。レゲエ。はい。スパイシーチョコレートが。はい。この前出たチェホンと、アルシェの、コンビを上げてきたんですよ。はい。これはもうレゲエにとっては嬉しい。ニュースじゃないですか。そうですね。ああ、これを取り上げなあかんでしょうと、はい、いうことで、これも見たい、スパイシーチョコレート上がり下がり、フィーチャリングアルシェ&チェホンね、これはまあチェックしとかなあかんでしょうということで、いきましょう。来ました。はい、よろしくお願いします。アルシェとチェオンの、もうキングですね。ダブルキングですよこれ。そうですね、はい、来ますよ。お願いします。お願いします。お願いします。軽く軽くマイクチェックワンツー。軽く軽くマイクチェックワンツー。はいはいはい、来るね、来るね。はい、じゃあヤバいコンビで行きますか。行きますか。お願いします。引くなら引くな、
命取りになる小さなミスが後ろを見るな、自ら死ぬな、やり続けてれば芽が出る、いつかファンシスター、俺もリスナー、経験から分かった、実は本物ってのはいつも量より質や。ファン Guess what? スパイシーチョコレート Rhythm Start。 ファン上がり下がり、じゃもうあかんて、はい、本編見てや。そうですね、まあ、これは本編見ましょう、みんなで、はい、もういきなりね、R が、はい、チェホンのサンプリングから始まるっていう、うん、これはもうレゲエ人全員ゴンフィンガーが上がりますね、はい、うん、なんかうまいな、サンプリングの仕方がここで使うんやっていうね、センスが、はい、でもまあこのコンビはみんな聞いたかったんちゃうすか。まあそうですよね、はい、このコンビってだけでも聞きたくなるじゃないですか。そうですね、1週間ぐらいしか経ってないのに、1週間も経ってないな、この時点で。まだ5日ですね。ねえ、5日でも100万以上超えてますからね。期待っすね。はい、はい、だからまあヒップホップ好きもレゲエ好きも、うん、ぜひちょっとこれはチェックしてほしいなと、はい、いうことで、あのちょっと取り上げてみました。はい、まあ、本編はこれ見てもらうために。そうですね、あもうこれはもうニュースでしょ。いや、ニュースですね。こんな嬉しいニュースないじゃないですか。はい、はい、なんかレゲエが注目されてきてますね。いやいや、まあまあ今からですよ。今からです、はい、次はだから、これ見てるかな、ファーストテイクの人もし見てたらね、はい、見てない思うけど、はい、次は、次もし出すんやったらモグラとかいいんちゃう。あー確かに、エクスプレス、はい、ビッグチューンですね、とか、はい、あとミキドーザンあるやん。確かに、ライフタイムリスペクト、はい、であとミンミとかもあると思います。パーフェクトビジョン、はい、まあ、シャナナとか、はい、違和感ないですね、出てても、出ててもおかしくないし、はい、まあモグラはありやと思うで、俺エクスプレスは、うん、ありがとう。結構ね、世代、あのそれこそあのインパクト、はい、インパクトがもう3000万回ってんねん。あ、はい、ちょうどインパクトぐらいやね、モグラって。あ、そうなんですね。そう、へえ。だからその世代は絶対どっちも知ってるはずなんで。みんな聞いてます。あの、いいと思いますよ、ファーストテイクさん。はい、エクスプレスいいんちゃいます。いいと思います。はい、か、もうレッドスパイダー。そうですね、緊急事態、緊急事態やりましょう。緊急事態15人ですか。じゃあ、じゃあワンワン、あ、ワン、あ、もうワン、ツー、スリーやりましょうよ。全部やりましょう。はい、全員呼んで。はい、これどこでもやってないからやばい、どこでもやってないですからね。そうですね、はい、1は6人でしょ、はい、で2が8人で、3だけ14人、はい、なかなかのマイクリレー見れるんちゃいます。はい、ダメですか。いや、まあ実現したら面白いですけどね。大変ですよ、撮るの、撮るの大変やし、集まんの大変やな、はい、集まられないですからね。でもおもろない。いや、ファーストテイクで緊急事態できたらおもろいな。い、嬉しいな、こっちは。はい、まあまあ考えておいてください。ご連絡お待ちしてます。お待ってます。もうすぐ動きますんで。はい、もう今日はだからこの2つ見て、見てほしいなっていう。そうですね、はい、ということで、まあ今日はレゲエの嬉しいニュース、こう嬉しいニュースを取り上げなあかんねんから、ポジティブに。そうです、はい、なのでぜひ皆さん、見てみてください。はい、ということで今日は、こんな感じで。ブヤカ。